Welcome back to another episode of Persona 5 Strikers, and we are continuing mission of the jail, and we're going to go in soon. Side quest number one. Okay, step in a traffic go. Charms. Can I get accessories? Yes. All stats plus one is pretty good. Evasion though? Auto evasion? Yeah. We'll buy all stats plus one. Okay. What else? I still want my Zuna, so we'll get that. いいものありますよ。お買い上げ商品のありがとうございました。すごいね。アース。よ。 またのご来店を。いらっしゃいませ。またお越しください。 何が欲しいんだい？ どうもありがとう。 I need things that actually revive, and I don't think I'm gonna get that. 何かお探しかしら? それが気に… はい! あら? またいらしてね! Okay, and speaking of which, I have bond points to spend, so I'd better spend them. I still can't unlock that yet. Okay, so we'll do point of sale. Masks. Master gauge rate might be pretty good to have. That's cheap, so we'll do it. We'll also increase SP. And strength. Three more to go. Chests are gonna be good for the dungeons, and I'm out of points. Okay. Alright. That's all I can do right now, so. Let's get our food first. Thank you.
No, let's shop first and then we'll quit. If it's that cheap, that's revival. That's pretty good. These are both pretty good, like, I'll do this. これの気分なんだな。完成だ。ん？ごちそうさまでした。これを作るのか？すごいわね。ありがとう。これを作るのか？おお、うまそうだ。Okay. Yeah, let's go in. I don't have a reason to go to the Velvet Room yet, so let's go. Yes. さしずめ魔王の城というところか。All right, let's mess with the party a little bit. You are taking out.Keep you in. Or do I switch you for somebody else this time? Probably keep it. I want to switch and escape in. Let's just go. ゼイルに入れたわね。じゃあ、やっぱりあいつの人気はインチキなんじゃん。人を洗脳して自分のファンにするなんて、虚しくないのかも。キザ野郎の考えそうなことだぜ。とにかく。俺らが何とかしないとな。向こうに大きな建物が見える。あれが夏目暗号の王城か？おそらくな。お宝、いや願いらしき匂いがする。あっちは青葉山方面か。正面の大通りから行けそうだぞ。行こう。人々の願いを取り戻し夏目暗号の巨色を暴く。
よし。よっしゃ、気合い入れてこうぜ。So just go straight. Problem though, there's a dude right there. I mean, I don't really want to. この時、火炎が効かないから注意だ。みんな、いい働きぶりだったぞ。よし、次だ。待っていたぞ、勇者たちよ。え？なんだお前。我はプリンス・オブ・ナイトメアが四天王の一人、トーマ。四天王ですって？いや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 、ベタすぎだろ。普通のおじさんにしか見えないけど。我はこの門の守護者、ここを通りたくば我を倒してみるがよい。だがそう簡単に倒される我ではないぞ。四天王の誇りにかけてお前たちをほぐってやろう。さあ来い、勇者よ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。終わりだ。行くぞ。モコイ、アルセール、ジャック・ランタン、ピクシー、スライム、カハク、モコイ。カハク、モコイ、カハク。うまく使って敵を巻き込んぜ。やつは俺が引き受けた。弱点にヒット。Yep, it's the first time we've used you in combat, actually. Oh, 見事! Fox がヘロヘロだぞ! It's so good. Let's do it! My commitment's sign! It's a threat! Let's hit the ship and hit the ship! Fox, get out! Someone help me! Of course he's down.新たな力を得たようだ。It's a good thing you still gain XP out of that. よし、やったか。さすがは勇者どもよ。よかろう。ならば行くがよい。我らが魔王が与えた試練、果たしてお前たちに乗り越えられるかな。惑うがいい、勇者ども。何？いや、ここどこだよ。どうなってるの？さっきとは全然違う場所に。入り口から見えてた王城の前だな。何かの力で飛ばされちまったのか。多分さっきの四天王の仕業だ。
魔導がいい勇者どもとか言ってたろ。わかんねえけど、俺らのことっぽくね。ごめんなさい、展開についていけないんだけど。勇者だの四天王だの、ゲームとか漫画の話みてえだな。おそらくここは夏目の小説プリンスオブナイトメアの世界なのだろう。小説の世界？フォックス、読んでたよな。どんな内容だった？現代に生きるごく普通の青年が異世界の魔王として転生する物語だ。魔王となった主人公は自分を倒しにやってくる勇者を退けようとする。そのために魔王城の城下に罠や四天王を配置していくという。だからさっきの人、私たちを勇者って。そんで勇者の方が本当の悪役なんだろ。ああ、その通りだ。最後まで読んだのか？いや、しらっと見ただけだったけど、なんか予想ついた。我が輩たちは魔王に挑む勇者としてここに飛ばされたってことか。そういうことならかえって好都合だわ。ここがその小説の世界なら、夏目はこの魔王城にいるはず。そこに願いもあるはずよ。ああ、中に入れないか調べてみようぜ。あれ？そうね。なら、魔王城ってすげえな。なんか、Something did kind of end up over doing it. それ。これだ。これだな。それ。これだ。あ、テンション上がってきたわ。声がでかいっすか。ある。敵の本拠地だぞここ。まったくもう。まずは周囲を調べてみましょうか。けておこう。Oh, so I need to see. It's been a while since we've done. なんだこの門、でっけえ。さすがにこれぶち破るのは無理だな。どうするよ。仕方ないわ。別の侵入口がないか探って。いや待ってくれ、この門確か奴の小説に。これだ。勇者の道を阻む試練の門。魔王の前に立つ資格があるか。勇者、この門を開くには試練を乗り越えて3つの証を手に入れる必要があるらしい。マジでゲームだな。あの、魔王は勇者に入ってきてほしくないんだよね。だったら門を開くための仕掛けなんて最初から作らなければいいのに。それは言わないお約束だ。勇者がノーチャンスだと話が成立しないからな。それでその証っていうのはどこにあるのかしら。門を開くための証は城下に配置された3つの塔にあるそうだ。それらは四天王によって守られているとある。四天王なのに証は三つ？設定めちゃくちゃだな。塔のうちの一つはグレートリバーのほとりに立っているらしい。よくわかんねえけど、でかい川ってことか？現実の仙台には広瀬川という大きめの川があったはずよ。なるほどな。よし、まずはその川を探してみようぜ。
広瀬川っていうとこの辺りのはずだけど。ねえ、あの塔、渋谷にあった牢獄塔に似てない？本当だ、てっぺんに鳥かごが見える。ひょっとするとあれが証があるっていう塔かもな。ってことは証はコアのことか。入り口はあっちだな。よし、みんな行ってみよう。しかしジェイルは広いな。マップに情報出しとく。迷うなよ。ここが入り口か。なんか書いてある。太陽と雨を捧げよ。どういうことなのかな。多分なんかアイテム持ってこいってことだな。お約束のお使いクエストだ。太陽の祠と雨降る地に宝珠は眠ると、小説には書いてある。ってことはその宝珠ってやつをゲットしてくればいいはず。初めからそう書けばいい。そう言うなソフィー。これはこういうものなんだ。ここは夏目の小説の世界だからな。勇者を惑わすトラップのうちということだろう。他に入り口はなさそうだし、宝珠を探しに行きましょう。Alright, let's do the fetch quest because that's what the game decided for us. これだな、これだ。Where exactly am I going? Just straight over there, huh? Okay, I see you. Ogisumasen.見える。ここ気にならない。降りません。よし、前に入ったわ。狙っていく。やるぞ。勝利。どうした？一気にやるぞ！終わりだ。あれは余裕の勝利ってやつだな。この調子でゴーだ。貫け！蹴散らしてしまえ！また伸ばすため。貫け！ソフィーの体力、注意してあげて。ありがたい。貫け！こんなものか。橋はあるけど、こっ
仕方ない。別の道を探すぞ。さすがに食らいすぎたか、体力が。宝箱じゃん、ラッキー。ふへへ。進むぞ。怪しい建物だな。もしかしてあれが太陽の祠か？となると工事はあの中か。確かめに行こう。さてと。Actually, I should be able to do this. Let's change party want to remove... Oh, we'll use Gale first. Aqua Glen. It's a little cheesy, but it'll work. Perzora! Perzora!もう一人の私、今はこれね。ペルソナー、こういう時は。
never mind. I can't do that yet. I need to... よろしくね! Back to this. Go back to... Joker, and then change. Okay. Let's see if we can open this. に書かれていた通りだ。宝珠は太陽の象徴。盗めば、そして宝珠を守る兵士が現れる。それってつまり、こういうことだな。先に言え！おれ、まだ来るか。倒れろ。再びまみえたな、勇者どもよ。お前はさっきの四天王。確かドーム。ドーマ、四天王ドーマだ。俺たちをここまで飛ばしたのはお前か。それが我の役目、勇者を試練に挑ませることだな。そしてこの地こそ我が本当に守護する場所。雨降る地の宝珠を奪いたくば、我を倒していくがいい。ああ、恋してんの。私たち勇者がお前を打ち果たしてやる。今度こそやったか。もはやこれまで見事だ。だが我は四天王の中でも最弱。いや、それ自分で言うんかーい。残りの四天王が必ずやお前たちを倒すだろう。マジ何だったんだあいつ。とにかくこれで先に進めるわ。宝珠を取りに行きましょう。おちょっと待って。
Yep, and that's actually a very good thing to do, which is exactly what I'm gonna do, because, yeah, it's a lot of damage there. So, we're gonna go ahead and return from the gym. Because, for some reason, not only because we get to restore health. Okay, so we're back in Gil. And there's a couple of things that need to be done. I'm going to go back in here. Yeah, there we go. And we'll use it. Like, you need to do this. Yes. Let's start! Are you going to make this? I need to use the shop. What do you want? What do you want? How much do you want? Is that okay? So, trash. Time sale. Buy it! How much do you want? So I need a couple of things before we move into to the next section of this show. And that's how we're gonna finish up today's episode. Well, or this episode, I've been posting to it. それにするの、はい、おすすめだよ。しっかり持つんだよ。それにするのかい？しっかり持つんだよ。それにするの、しっかり持つんだ。それにしっかり、また来ておくれよ。ようこそ、ベルベットルーム、新しい自分の目覚めです。新たな力が得られるようです。継承するスキル。And I want it to take the size skill. このペルソナでよ。では。始めましょう。Do we need anything else? Don't I already have a slime registered, so I shouldn't have to pick any of these. I can always just buy them. ご覧になりますか？ご覧ください。これでよろしいですか？You're the only one that I have that does that has any ice on it. Yes. ではお連れください。強化をご所望ですね。And we need to do some enhancements as well. There's some stuff in here I really need to get rid of. Give you some enhancement. どの程度力を注ぎ込みますか？この強化で。よし。
not bad. I think we'll be okay for that. では、ご分を。Let's return to Captain. Well, actually, I wonder if there's anybody I can talk to here that's going to give me stuff. Probably. We'll finish, we'll do that first, and then we'll return to the camper after this. とにかくだ。そういえば。Doesn't look like I'm gonna get any free items. Not this time, anyway. Back to the park. Let's give us a little bit of a chance to make a couple more items before we go back in. Combate wa oryori time da ne.これを作るの？うんうん。出来上がり。これを作るの？うんうん。出来上がり。いいね。完成だ。出来上がり。So, it's at this point I'm going to go ahead and save, and we're going to pick up.On the next episode, where we are going to continue with this badly written quest inside of our jail. So until next time, thank you for watching, and I will see you in the next episode.